この記事では日本におけるアウトサイダーアートまたはアール・ブリュットについて解説する。アウトサイダーアート、アール・ブリュットの定義は様々であって、またこの概念自体が例えばそう呼ばれる美術作品を主流の美術から外すものだと批判されることもある。しかし本記事では例えば障害者芸術にとどまらない。 今まであまり帰り見られなかった美術全体について扱うために代表的な故障であるアウトサイダーアートを採用することにする。特に取り上げる論者がアウトサイダーアートとアールブリュットどちらの用語を採用しているかによって両者を使い分けることとするが、ここではそれぞれの用語の解説はアウトサイダーアートの記事に譲って特に意味の使い分けはしない。 日本のアウトサイダーアートの主流をなすのは、障害者の中でも知的障害者の美術である。これは、1930年代後半に、日本で初めて、アウトサイダーアートが見出されてからすでにあった、傾向であった。1950年代から山下清に、世間の関心が高まり、山下が、大衆的人気を得た後、 美術界は長い間アウトサイダーアートに対して沈黙していた。その後は、ほぼ福祉分野でのアプローチばかりが目立つようになる。1990年代から、アウトサイダーアート、アール・ブリュットの用語が日本に定着し、また、エーブルアートムーブメントが始まってからは、広く人気が出だした。そして、美術関係者、福祉関係者双方が、アウトサイダーアートについて、調査。 発掘、研究と活発に活動するようになってきている。前述のように日本にアウトサイダーアートという概念が定着するのは1990年代前半からであるが、この節では日本でアウトサイダーアートという概念が広まる。以前のアウトサイダーアートと呼ばれうる美術の歴史から書く。日本における アウトサイダーアートの最初期の活動として、精神科医の式場リューザブローの活動が挙げられる。式場は、1898年に生まれ、様々な活躍をした文化人で知られるが、美術方面でも、フィンセント・ファイン・ゴッホの研究や啓蒙に努め、また、日本のアウトサイダーアートを発見したりプロデュース、したりした。その例として、に 笑い亭や山下清氏が知られる。式場は、1937年から、中央公論11月号から2号連続で、に、笑い亭記短を掲載した。これは、渡辺金蔵という建築の専門知識のない、ものによる、自帝、に、笑い亭の紹介であり、後に単行本化し、別に、狂人の絵というやはり、アウトサイダーアートと関係のある一編をつけて、 小森社から発行された。に笑い亭は、日本のアウトサイダーアートの、源流とみなされている。1938年に解体されることになる、この奇妙な建物を、誰も実行できない夢と意欲を、悠々とやり遂げた、たくましい力に圧倒されそうだと簡単して、紹介した式場の功績は、1993年に、監修して、千曲文庫から、低本に、 笑い定期単を観光した藤森照信にもその先見性を称賛されている。1938年、早稲田大学講師で心理学者の戸川幸男が早稲田大学大熊高動小高堂で得意児童作品展を開いた。戸川は1935年頃から千葉県市川市の指定知的障害児施設八幡学園に通い、 学園生の山下清志などの作品に魅了され、これを紹介する美術展の開催を思い立ったのだった。八幡学園は、久保寺康久による設立当初の1928年頃から美術の時間を導入していた。この展覧会は評判及び山下のちぎり絵については特に注目された。三幸国や美術、水絵による特集や展覧会に対する 安井宗太郎、北川民次、倉田三郎、寺田正明などの表を見ることもできる。式場は、1936年から、八幡学園の顧問医師となっていて、この時から、生徒の作品を知っていたと思われるが、1938年には、異常時の絵という文で、前述した1939年発刊の、に、笑いてきたんでも、 山下の作品を図版入りで紹介している。また戸川は作品集を発行するために、春鳥会、水への大下正夫の協力のもと、得意児童作品集を発行した。安井が選者を担当したのだが、山下の作品が中心に選ばれた。1939年、やはり戸川を中心に企画され、東京銀座の青記者において、 得意児童作品展が催された。12月8日から11日までの会期の予定が、12日まで延長された。というのは、この展覧会は盛況を博して来場者は2万人にも及んだためで、マスメディアもよくこれを取り上げた。展示されたのは1938年と、同様、八幡田学園の学園生の作品で、山下清のものだけではなかったが、 美術界を中心に知識階級で巻き起こった論争の争点は山下が本当に天才であるのかどうかまたは山下の作品の芸術性にあったこの展覧会や山下を論評した人物は梅原龍三郎、小林秀夫、伊原宇三郎、伊藤蓮、藤島武二、川端隆子、郷城、末尾、谷川哲造、川端康成、戦後になって 龍宗義の名が挙げられる。一方、1939年以降の式場は、アウトサイダーアートの紹介から離れ、ゴッホの啓蒙にのめり込んでいく。服部忠氏はその理由を、式場が彼の言葉を借りれば、病的絵画とこれ以上を関与することによって、日本における、ゴッホの普及第一人者が式場であったため、意図しないところで、 ゴッホの絵が病的なものであると誤解されるのを恐れたことにあるという。式場はゴッホの精神障害が転換性のものであると研究しており、それはゴッホの作風には影響していないという立場であった。1953年、式場はゴッホ生誕100年祭と題して次々と企画を打ち、ゴッホの存在を世に知らしめていく。この啓蒙活動は、 大成功するものの、美術専門家からは白眼視された。例えば、岡本健次郎は、滑況のご歩生誕に100年記念展に出向き、その、わい雑さに、入り口を覗いただけで引き返したと言って批判した。その後、式場の活動は、美術関係者から無視されるようになっていく。山下清山下のことは、その後、第二次世界大戦を挟んだせいもあり、 世間から忘れられたが、1954年1月、突然のように、山下の話題が持ち上がった。朝日新聞社会部の記者、矢田君夫から持ちかけられ、式場龍三郎と、朝日新聞が、山下清志の行方を探すキャンペーンを始めたのである。新聞以外に、ラジオでも広報はなされた。山下にはもともと放浪癖があって、時々、 八幡学園からいなくなるのだが、この時は、鹿児島にいて、新聞掲載の4日ごとすぐに見つかった。山下はキャンペーンで、日本のゴッホと名付けられ、有名になっていく。式場は、山下のちぎり絵とゴッホの絵を比べて、彼自身の針絵が、天病的なので当日に近時感があると評したが、ハ部トリは、両者の作品は似ていないし、症例も類似しないとする。 三等打にはむしろゴッホより同じ印象派のクロード・モネとの類似を指摘する。にもかかわらず、山下が総称されたのには、前年のゴッホ生誕100年祭をはじめとする式場によるゴッホの啓蒙の成果があったためと、服部は見る。もっとも、山下自身はゴッホにはさほど興味がなかったようではあるが、式場はさらに得意児童の絵画全体に関わっていくようになった。 1955年3月に東横百貨店で滋賀県の落ち母寮の作品の展覧会を1956年の3月から4月まで山下清作品展を大丸で開催した。この山下展は80万人の観覧者を集めたほどの盛況ぶりだった。両作品展には知的障害者へのカウンセリングのための教育相談室が設置され、 多数の相談者が訪れたという。これには、式場の、障害者教育への情熱が、背景にあった。服部は、現在までの日本のアウトサイダーアートの特色として、教育との強烈な結びつきを挙げるが、これは、式場の時代からすでに示されていた傾向だという。そして、以降、山下への、さらには、アウトサイダーアートに対しての美術界のアプローチも、 ほぼ耐えていったのであるが、その理由を、服部はっとりは、山下人気の立役者である式場が前述のように、美術界から無視されていたこと。畑芳子は、あまりにも、式場の活動が教育よりだったために、美術界から、美術とは、無関係のものであると感化されたこと。小出由紀子や三島谷隆は、山下が、大衆的な人気を集めるようになったことが、 以降の無視の一員であると指摘する。以上のように戦後の山下ブームが戦前のブームと違う点は、その作品自体より山下自身が人気を得たことにある。戦前でも山下を中心とする八幡学園の生徒の障害という点は関心を持たれたのであるが、戦後においては山下和人に人気が絞られ、 また、その愛すべきキャラクターと、アシア・ガンノスケ主演のドラマなど、マスメディアでの宣伝により、美術界の沈黙とは裏腹に、山下清の名は、日本中に大きく知れ渡った。なお、式場の他には、精神会のご秀蔵による患者の創作文字についての、報告も見られる。以上の経緯から、美術界が主体となって動くアウトサイダーアートの、本場である。 欧米諸国と違って、日本のアウトサイダーアートは長い間、福祉施設の一種やワーカー、またはその現場に行って、作品を生み出す手助けをする芸術家の活動が主流であった。現場に出向いた芸術家として、福来志郎や西垣光一、西村洋平、田島製造、畑吉子などが代表的である。以下、それぞれの活動を活動開始順に解説する。 福来志郎による神戸市立盲学校における視覚障害者美術教育級神戸盲学校、現在の兵庫県立資格特別支援学校1950年、福来志郎は神戸市立盲学校で造形芸術教育を始めた。この視覚障害者に対しての美術教育は日本に限らず世界の中でも先駆けであった。この取り組みは 1969年に講談社から刊行された福来自身による著書見たことないもん作られへんにまとめられている西垣光一と水の器量の教え子1964年日本画家の西垣光一は京都府亀岡市の知的障害者構成施設水の器量に絵画教室を開いた後に専用のアトリエを建設したが 最初は古い鳥小屋にむしろを敷いて教室とし絵画指導を行った。西垣は1978年頃からプロの絵描きを育てる活動に変え、一時期は公募展に応募するなどもした。当初から何をどう表現するかの最も重要な部分には踏み込まないものの技術技法にはかなり踏み込んだ指導を行ったのが特徴である。そのために、 服部忠や西村洋平は、水の木の作家たちのことを、本当にアウトサイダーアート、アール・ブリュットと呼んで良いのか疑問を投げかけている。その後、1987年には、東京か隅ヶ関や京都で、1995年には、横浜ポートサイドギャラリーにて、水の木漁のアーティストたち展など多くの展覧会を、模様した。水の木漁の活動には、 キュレーターの小出ゆき子も関わっている。小出は、膨大な作品の調査や整理を買って出た。1993年の巡回展、パラレルビジョン展が、世田谷美術館で開催され、同時に、世田谷美術館の独自企画、日本のアウトサイダーアート展に寮に所属する、オザサイツを、福村総大部、吉川俊明の作品が展示された。 その縁で、アール・ブリュット・コレクションのキュレーター、ジュヌビエーブル・ーランが来所した時の案内役も、小出は務めている。その後小出は、アール・ブリュット・コレクションと掛け合って、コレクションに32点の寮生の作品を収め、作品を世界に知らしめることに一役買った。1998年に、西垣は寮を離れ、2000年に死去したが、その後は、 西垣のアシスタントを務めていた谷村正宏が西垣の意志を継いで教室を主催している。しかし2013年には谷村も見ず、軒を離れている。西村洋平による千葉県立千葉盲学校における視覚障害者美術教育千葉県立千葉盲学校1974年造形作家の西村洋平は 千葉県四街道町の千葉県立千葉盲学校に図工担当教諭として1998年まで着任した。西村の大量の粘土を生徒に使わせる、焼き方に黒糖を採用するといった特色のある指導法は高く評価され、エーブルアートを展示する1997年の魂の対話エーブルアート97でも紹介された。これら作品は、 西村の方針により、福祉色の強い展示会を嫌って、日本のみならず、カナダやイギリスの美術作品として勝負できる場で展示された。また西村は、エーブルアートジャパンの副会長を務めるなど、エーブルアートムーブメントとの関わりも深い。プロデューサーとしての田島製造としがらき製燃料の、作家しがらき製燃料1985年頃、絵本作家の田島製造は、 伊藤義彦の作品を通して、滋賀県滋賀らき町の知的障害者、厚生施設研授産施設滋賀気製燃料を知った。そして、滋賀気製燃料の作家と、プロデューサーという形で関わるようになった。村田誠二の絵をもとに絵本を出版したり、1998年に、東京で、滋賀気から吹いてくる、風天を開いたり、1992年には、 がらき製燃料の芸術家を紹介する著書、不思議のアーティストたち、がらき製燃料の人たちがくれたものを、労働順報者から出版したりと、作家と一対一の対等の関係で、精力的に活動をしている。畑吉子と鈴鹿家作業所絵画教室の生徒、向川鈴鹿家作業所1991年、絵本作家の畑吉子は、 兵庫県西宮市の知的障害者受産施設、西宮市立向川鈴掛け作業所にて、絵画教室を始めた。旗は、生徒に、多少のアドバイスはするものの、生活面など過度な干渉をしないことを基本に、生徒活動を続けている。ローザンヌのアールブリュットコレクションにも収められた、マスジ・タカシや富塚淳子など、世界で知られる芸術家も在籍している。 旗は、教室での作品のプロデュースもし、また、1995年からは、全国で、アウトサイダーアート作品の発掘を、2004年に、滋賀県大見八幡市に開館した、ボーダレスアートミュージアムの OMA のアートディレクターに、就任するなど、アウトサイダーアートの普及に努めている。前述のように、日本では、美術の専門家からのアウトサイダーアート全般に、 対する言及は少なかった。その中で、1968年に芸術新潮に寄稿した東野義明の文は、アール・ブリュットの概念を日本に輸入した初期の例として注目される。東野は1965年に、パリでアール・ブリュットの提唱者である画家のジャン・デュ・ビュッフェに会い、彼のコレクションを観覧している。しかし、以降、東野自身のみならず、 美術分野での論述は与えてしまった。次には、1989年から1992年に渡って刊行された、鈴木京一編長のアートランダムがアウトサイダーアート、アール・ブリュットの概念が世に広がる前に取り上げた例として知られる。また、1991年から2001年にかけて、資生堂が日本では先駆的に 小出ゆき子の企画で年に一度ほどアウトサイダーアート店を所有するザ・ギンザ・アートスペースにて催していたことも特筆される。世田谷美術館日本でアウトサイダーアートアール・ブリュットが話題になりその名が知れ渡ったのは1993年のことである。1992年にロサンゼルスのロサンゼルス軍立美術館がパラレルビジョン展を企画開催した。 展覧会は、年明けて1993年から、ソフィア王妃芸術センター、バーゼル・クンスト・ハレを巡回し、日本では、世田谷美術館にやってきたのだった。世田谷美術館は、同時に、日本のアウトサイダーアート展を独自開催し、水の器量で生まれた作品を展示した。パラレルビジョン展は評判を呼び、以降、ヘンリー・バーガーを中心にアウトサイダーアートの名は、 知れ渡るようになる。こうして、美術界からの働きかけが出てきたわけだが、1995年には、福祉分野の方でも、新たに大きな運動が生まれた。エーブルアートムーブメントである。運動の中心となっている、財団法人タンポポの家とエーブルアートジャパンは、活発に展覧会を開いたり、企業のメセナ事業と共同で様々な、 障害者美術運動を展開し、広がりを見せている。日本の、特に、日本のアウトサイダーアートの主流を担ってきた、知的障害者による、美術制作の援助活動は、それぞれ別々に行われてきたが、エーブルアートムーブメントは、これらの連携を取り持つ役割を担っている。ボーダレスアートミュージアムの m a 2 0 0 4年に、滋賀県大見八幡市に、 ボーダレスアートギャラリーの OMA に、ボーダレスアートミュージアムの OMA に、会消が開館した。この美術館は、世界でもほとんどない健常者と障害者の作品を、分け隔てなく展示することを目的に開設された。これまで日本では、アウトサイダーアートを常時展示する施設がほとんどなく、NOMA は、その役割を担う存在として期待されている。 昭和初期の町屋を改装したオルタナティブスペースとしても注目を集める。2006年からはボーダレスアートミュージアムの OMA と R ブリュットコレクションとの3年間にわたる連携事業が開始された。2006年11月にはリュシエンヌ・ペリー館長をはじめとする R ブリュットコレクションのスタッフが来日し、 ボーダレスアートミュージアムの m a の協力のもと、日本各地でアウトサイダーアートの調査を行った。その結果を踏まえて2008年1月から7月にかけて、旭川美術館、ボーダレスアートミュージアムの m a そして、松下殿港塩止ミュージアムで、アール・ブリュットコレクション収蔵作家の作品と日本のアール・ブリュットの作家の作品を同時に展示する展覧会。 アール・ブリュット交差する魂展が行われた。一方、2008年2月から2009年1月にかけて、アール・ブリュットコレクションで日本展が行われた。この展覧会に出品された、小畑正夫、沢田真一、増地隆宮山栄二郎ら、日本の作家の作品は、会期終了後、アール・ブリュットコレクションに作品が収蔵されることになっている。 精神障害者のアールブリュット作品については、畑吉子が収集した作品で企画された、目覚めぬ夢、日韓のアールブリュットたち天が催され、大きくクローズアップされた。それまで閉鎖的と言われた精神科の現場の看護師の協力も得られる状況が生まれてきている。宮間栄二郎元来、アウトサイダーアートの定義としては、作者が 障害者である必然性はなく、例えば受刑者やスラム街の住人など、社会的に孤立した人たちが、美術的な専門教育を受けることなく、独自の感性で作り上げた芸術作品もアウトサイダーアートとされている。日本ではこれまでのところアウトサイダーアートとされた芸術作品の作者が、障害者ではない例としては、宮間英二郎や寺下春江が挙げられるが、 あまり調査、研究は、進んでいない。アール・ブリュットコレクション館長であるリュシエンヌ・ペリーは、日本のアール・ブリュット作品の特徴として、ところどころに、日本文化の影響があること、洗練さと、細やかさがあることを挙げる。もっとも同時に、自身による、アール・ブリュットの定義、特定の文化に列していないことに見られるような、ステレオタイプとは無縁の文化にとらわれない。 創造性を指摘する。そして、日本という競争や能率で抑圧された社会から逸脱したことによって、アール・ブリュットの作家たちは、しがらみにとらわれない、独自の表現方法を確立したのだ、として称賛する。アウトサイダーアートが、専門のキュレーターで、兵庫県立美術館学芸員の服部忠は、そんな、日本のアウトサイダーアートには、ある特殊事情があると述べる。 それは西洋のアウトサイダーアートが学んだ歴史の典型を経験していないために生まれたことだという。ここでいう典型とは、福祉施設や精神病院など現場の医師、ワーカーが発する現場で生まれた作品に関する情報を美術界が取り上げていく構図である。日本の場合、式場、山下以降の美術界のアウトサイダーアート全般に対しての無視があったため、 長い間現場による活動や運動が主流であった。そのため西洋であれば、作品そのものの称賛が主流であったはずが、日本では最初期の式場龍三郎による活動から、すでに作家の立場の向上、福祉改善、美術教育と、作品よりその作家に目が向く傾向が強く、美術運動ではなく福祉改善運動としての一面が、より重視されていると分析し、 これを問題視する。エーブルアートに対しても同様に批判している。また、以上の状況を踏まえて、さらに日本のアウトサイダーアートの特殊性を挙げている。西洋では、美術界によるアウトサイダーアートの活動が盛んであるため、その市場も成熟しているが、日本の場合、福祉と美術の協力が不足しているため、市場が育ちにくく、商業活動といえば、 福祉施設による T シャツやカレンダーといった雑貨類を販売するいわゆるアート活動が一般的だという。しかし、その福祉施設による活動も障害者自立支援法などによる予算の縮小や制作時間の短縮の問題があるといい今後の制作状況に影響があることを懸念する。服部以外にも鈴木京一は それまでの障害者の作品に対しての見方が山下清の世界であったと述解し、自ら編集したアートランダムではコンテンポラリーアートと見られうるアウトサイダーアートの作品を紹介しようと努めたことを語っている。また、日本のアウトサイダーアート作品のコレクションが進んでいないことを述べ、作品探索の調査不足を訴える。 日本のアウトサイダーアートは、その福祉関係者による活動の中でも知的障害者施設からのものが大部分を占める。西洋ではよく目立つ、精神障害者による作品は、日本ではほとんど見出されていないのが現状である。これは、八幡学園以降知的障害者施設での活動が、連綿と続いてきたこともあるし、また、日本の精神病院の閉鎖性や、 これは西洋でも同様のことが言われているけれども薬物療法の進歩が患者の創作意欲を減退させているのだという指摘もある。一方、畑吉子は自身の活動をきっかけに現場の看護師の協力が得られるようになってきた現状を報告しその成果の一部を2009年の展覧会目覚めぬ夢日韓のアールブリュットたち展で紹介した。 アール・ブリュットが専門でフリーのキュレーターの小出幸子は日本のような宗教性の弱い国ではヘンリー・ダーガーに代表されるアール・ブリュットのしがらみのない表現が受け入れられる素地があるとする。特にヘンリー・ダーガーの表現の先鋭さは2008年公開のドキュメンタリー映画非現実の王国でヘンリー・ダーガーの謎が評判を呼ぶなど日本で受け入れられている。 そして、1990年代前半に、アール・ブリュットが紹介されたことによって、日本の美術と、これまで過激な表現を担ってきた、サブカルチャーとの境界、住み分けが崩れてきていることも同時に指摘した。当記事では、ライセンスの関係上、作品の画像を掲載することができない。代わりとして以下に、日本のアウトサイダーアート作品が閲覧できる、ウェブサイトを紹介する。 ありがとうございます。